はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、近藤、民法179条について解説いたします。ちょっとややこしい部分なんで、しっかり聞いていただければと思うんですけれども、まず第1項ですね。所有権と他の物件が同一人に帰属した場合、原則として他の物件は消滅しますよっていうところが、まず第1項の本文の内容です。この同一人に帰属するっていうのは、まあ、同じ人が所有権と他の物件、まあ、この2つの権利を持ちますよと、まあ、言ったイメージです。ちょっと具体例を見てみます。まあ、所有権は大丈夫ですよね。で、この他の物件っていうのは、例えば地上権とか抵当権です。で、今回の事例で言うと、地上権を一つ具体例として解説に入れております。で、まず所有権を持っているのは B さんです。土地の所有権者は B さんで、で、その土地の地上権者が A さんだと仮定します。つまり、まあ、A さんがこの土地の上に建物を建てたりして、この土地を使う権利があるというイメージですね。で、まあ、この状況で A さんが B さんから所有権を買い取りました。つまり B さんは所有権を A さんに売った、まあ、土地を売ったっていうイメージですね。で、この場合地上権者は A さんそのまんまで、所有者が A さんに変わりますよね。 B さんから土地を買い受けているわけだから、 A さんが買い受けているわけなんで、所有権者、土地の所有権者は A さんになります。この場合、土地の所有者 A さんで地上権者 A さんとなってくると、この地上権って意味ないですよね。地上権っていうのはあくまでも土地を利用する権利ですよね。で、所有権も別に地上権なかったとしても土地を利用する権利があるわけだから、所有者と地上権者が一緒であれば、この地上権なくても別にいいわけですよ。 A さんは所有権さえ持っていれば土地を利用することはもちろん可能ですよね。つまりこの地上権ってもう意味をなさないから、地上権は消滅しますよ。これが原則の内容です。で、例外があって、第三者の権利の目的となっている場合は、この場合他の物件は消滅しませんよっていう内容となっています。まあ、これは正し書きの部分です。これどういうことかというと、この地上権に抵当権が設定されていた場合です。 A さんは他の人からお金借りてましたと。で、 A さんはそのお金を貸してくれた人のために、この地上権に抵当権を設定していたといった場合です。その場合、これ混同によって地上権消滅しちゃったら、抵当権も消滅しちゃうわけですよ。そうするとこれお金貸した人困りますよね。だからこの場合っていうのは、地上権は消滅させずに残しておきましょう。これはお金を貸した抵当権者を保護する目的で、こういったルールがある。他の物件、今で言うと地上権は消滅させないというルールがあります。まずこれが一つ目ですね。第一項の内容です。で、第二項の内容、所有権以外の物件とこれを目的とする他の権利が同一人に帰属する、この場合原則として他の権利は消滅しますよっていう内容です。これが二項の本文の内容です。これ例えばなんですけども、地上権者 A さんがいました。まあ、これ所有者は別にいると仮定してですよ。所有者は別にいると仮定して、地上権者 A さんがお金を B さんから借りましたと。 B さんからお金を借りたので、 A さんは B さんのために抵当権を設定しました。まあ、これ地上権に抵当権者を B として抵当権を設定したという図です。つまり地上権者は A で、抵当権者は B、まあ、お金を貸した人が B、 お金を借りた人が A といった状況です。で、この状況で抵当権者が地上権者からこの地上権を購入した、まあ、A さんから見たら地上権を B さんに売却した、この場合を考えると、地上権者は B さん、抵当権者は B さんになるわけですね。この場合もこれ抵当権あっても意味がないわけですよ。地上権者と抵当権者は、まあ、同じ人になっているわけだから、まあ、B さんは自分のこの地上権を
競売にかける、自分の物件を競売にかけるってちょっとおかしな感じになりますよね。まあ、なのでこの場合は抵当権は消滅させますよと、まあ、言った内容です。で、今回この所有権以外の物件が地上権となっていて、この地上権を目的とする他の権利っていうのはこれ抵当権です。で、この場合抵当権、他の権利、これですね、抵当権は消滅するよ。これが2項の本文原則の内容です。で、ただし書き、例外があって、例外はこれも同じように第三者の権利の目的となっている場合は他の権利は消滅しませんよっていう内容なんですけども、これ例えば C さんが、まあ、別の C さんがいて、 C さんが2番抵当権を設定していたと仮定します。そうするとこの場合1番抵当権者であるこの B さんの1番抵当権、これは消滅しないんですね。で、これなぜかというと、これ消滅しちゃうと2番抵当権者が1番抵当権者になっちゃうわけですよね。つまり C さんが1番抵当権者になっちゃって、一番最初に配当を受けるという感じになっちゃうわけですよ。もともとこれ自分が1番抵当権者だったんですよね。まあ、自分の地上権に自分の抵当権がね、1番抵当権が設定されているっていうのはちょっとおかしく感じるかもしれないけれども、2番抵当権者がいる場合に限ってそれは残しておかないと B さん自身が損しちゃうんですよ。不利益を被るといったイメージです。例えばですよ、地上権の価格が売却したら通常1000万円になると仮定しましょう。で、自分の抵当権、一番抵当権者ですね、これが1000万円の抵当権を設定していたと仮定します。で、2番抵当権者 C さんが500万円の抵当権を設定していた、2番抵当権を設定していたと仮定すると、通常抵当権実行すると一番抵当権者である自分が1000万円の配当を受けるわけですよね。1000万円で落札された、強落されたと仮定した場合ですよ。その場合 B さんがまず一番抵当権者だから1000万円の配当を受ける。で、 C さんは500万円抵当権を設定していたけれども、これ配当を受けることができないわけですよ。でも、もしこの B さんのこの抵当権、一番抵当権が消滅したと仮定すると、2番抵当権者の C さんが500万円の配当を受けることになっちゃいますよね。2番抵当権者の C さんが1番抵当権に上がってくるわけだから、そうなってくると B さん、私はこれ損するわけです。不利益を被るわけですよね。だからこの場合に限って例外的にこれ抵当権、一番抵当権、これ消滅させないようにしておきましょうっていった内容です。まあ、これちょっと難しいんですけれども、まあ、分かる方は頭に入れていただければ大丈夫です。で、3項があって、179条の3項ですね、これは占有権含みませんよってことです。この他の物件とか、まあ、これを目的とするこの権利とかですね、この部分について、これ占有権は含みませんよっていう話です。これはこの1項で考えるとすごく分かりやすいんですけども、例えば、所有権者が私で、私がまあパソコン持っていたと仮定しましょうか。で、パソコン持っていて、で、このパソコンをあなたに貸しました。まあ、そうすると私は所有権者で、あなたは占有権者になりますよね。で、そこで私のパソコンをあなたが買い取りました。そうするとあなたは占有権者かつ所有者になるわけですね。で、この場合っていうのはこの他の物件に占有権含みませんので、占有権は消滅しないんですね。つまりあなたは所有権者であり占有権者でもあると、まあ、いうことです。この占有権っていうのは物件なんですけれども、ちょっと特殊なんですよね。まあ、なのでこの場合っていうのは、まあ、占有権っていうのは消滅しませんよ、つまりあなたは所有権も持つし、占有しているのであれば占有権も持ちますよと、まあ、言った内容です。で、まあ、この点については別に深く理解する必要はなくて、そのまま覚えていただいて大丈夫です。まあ、ちょっと内容難しいかもしれないんですけども、まずはこの1項の原則の部分ですね、この部分、この具体例だけはしっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。